切るときも後ろ多分見えないと思うんで、後ろも後で動画撮って、うん、あ、素敵なピアスを、いいですか、すいません緊張しますよね、短く切るのって。緊張しますしますよね、コメントに書いてあった感じで伝わってきました中学校しかも部活での短く切ってたので、おしゃれな短いやつでの。たまには自分で長くなったらめちゃくちゃ切っちゃう。ですか。イルミネーションしに来る方って多いんですか。多いですよ。すごく多く来てくださって、月30人くらい。多いですよ。こんなに長い髪の毛の方がたくさんいるんだ。調べてたら、はい、ロングのタッパーを作ると思ったら50センチ以上必要とかっていうのがめちゃくちゃ難しいですよ。厳しいなぁ。厳しいですね。ところで途中で心が、いや、でも十分高いと思いますけど、ここまで伸ばせるのすごいなって思います。男性の立場として私だったら無理だって感じました一番最初にじゃあ髪切ったのを見るのってご両親の前です。そうですね、言ってないので。言ってないですか言わずにいらっしゃったんですね、はい、母にはどうですか。あ、はい、そこから知ってて伸ばされてたんですか。いえ、途中で伸びてきて、はい、で、せっかく伸ばしたものだから、はい、一応知ってはいた。それで、そういえばこんなのがあった気がする、ヘアドネーションがあった気がする。あ、それ何で知ったんですか。テレビとかでなんかやってたの。あ、テレビで、テレビやってるんですか。小学生ぐらいの男の子がヘアルネーションしたって伸ばしてるっていうテレビは聞いたことあるような気がします。男の子がちょっと切るところだけ使ってもらって、はい、伸ばすかな。肌の長さがあるってことも後ほど後で確認してください。切りますね。よろしいですか。切りますよ。ちょっとこっちもどんどん渡しておきます。はい、断髪式、断髪式みたいですよね。はい、あっという間に短い。なんか自分で押すと怖い。すごいですね。どうですか、見て、なんか重さとか。自信にただちょっと気持ち悪いですね。え、なんでですか。それなんか、たまにおっしゃる方いるんですけど、何が気持ち悪いですか。自分のものじゃなくなった感じの感覚なんですか。そういう感じですかね。僕はそういう感情ないんで、ツヤっとして綺麗だな。怖い。怖いです。あ、写真撮られますよ、これ。ちょっと僕のカメラあれ、回しちゃってるんで。はい。あ、で、ゆっくりでいいですよ。私くらいちょっとこれだと溶けちゃうので3回とかだといいですね。ヘアドネーションをしたいなっていう、なんだろう、心がいいですね。できればその50センチとかなかなか難しいですよ。100人担当させなくても2、3人くらいとかだと思います。それで見やすいのか。見やすいなって、すごいすごい見てもらう。日常生活に支障出ないんですかって伺うと、出ますって出るんですねみたいな。この上の毛かぶせるんですけど、下の毛はちょっと短くなりますから、上の毛が長くなるので大丈夫です。すごい、あっという間に短くなる。すごいですね。
女性これで帰ったらもう不法侵入みたいな感じのみんなの目が気づいてる。こっちの耳の方がかけますかね。左にちょっとかけますか。ちょっと見ちゃった。本当ですね。これで両方できますね。短いと朝起きたら爆発する。爆発ですか。でも基本はすごいアグレッシブな寝相じゃなければ知らないはずなんですから中学生の時アグレッシブ。一回これで乾かしますね。もう乾かしてもらおうか。お待ちください。乾かしてさらに軽くなったんじゃないですか。本当にちょっと戻していきます。それを起こして、間にちょっと流させて、普段巻かなくていいんですけど、今、はい、ちょっと巻いてみます。はい、そもそも巻くやつが家にあったから。いや、巻かなくていいんですよ、全然。パーマかけたらこんな感じになるみたいな中で見ていただけたら、友達もすごいびっくりしそうです。お友達も知らないんですよね。ヘアコンシャンするっていうのが言ってるから。まあ言う必要もないですよね。試験期間そういうところじゃない。ああ、試験機。あ、そうなんです。自分でいっぱいいっぱいです。はい、ありがとうございます。だいぶ違いますよね。全然違います。あの毛先巻いたらこんな感じになるんですけど、ワンタールでパーマさせたらこんな感じになるっていうのをちょっと覚えておいてもらって、次いらっしゃる時は、まあ、前髪しっかりつけるか、ワンタールでパーマしたくても可愛いと思うので、ちょっと相談しながら決めれたらなって周りの方にも。Thank you.